ルロット、シャルロットではないか。あんた誰？そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られていった頃はまだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。あんたさんが妖精王でちか。しかしなぜシャルロットがこんなところに。光の司祭殿の身に何かが起こったのか。あの司祭殿がシャルロットがこんなところまで来るのを許すとは思えないが。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。なんと、お前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。光の司祭様は生徒を守る結界を張られた時に禁断の古代呪法をお使いになり、呪文にかけられた呪いによって不治の病にかかり倒れられたそうです。そうだったのか。司祭殿とは二度と関わり合いになることはないと思っていたが、リロイとシェーラがあの世で導いているのかもしれん。パパとママが？そうだよ、シャルロット。リロイとシェーラはずっとそのことで悲しんでいた。エルフと人間の恋は禁断の恋。互いに命を縮めるためわしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃが、リロイとシェーラは命よりも大切なものがあるとこのディオールの村に駆け落ちして結婚しよった。実に幸せそうな彼らを見てわしは説得を諦めたのじゃ。それからしばらくしてリロイもシェーラもシャルロットが生まれるとすぐに他界した。しかし彼らは決して後悔はしていなかったよ。光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった。自分を責め、償いにシャルロットを大事に育てることを誓い、この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないようこのディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。しばらくそっとしておいてやろう。司祭殿の不治の病、マナが少なくなってしまった今、おそらくこのわしにもどうすることもできん。やはりマナの剣を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。妖精王、ベアリーと我々は聖域への扉を開くため各地の精霊たちを探しています。木のマナストーンの近くへはどう行けばいいですか？ランプバナの森の北西にマナの女神像があるはずじゃ。そこで月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプバナは自ら道を開くであろう。シャルロット！シャルロットかっちょ悪いでち。おじいちゃんやヒースに笑われちゃいまち。マナの剣早く見つけてヒースやおじいちゃんを助けなきゃいけないんだよね。シャルロット、それまでもう泣かないよ。さあ早く精霊を見つけに行こう。シャルロットはもう平気だよ。妖精王のおじいちゃんもいろいろありがとう。シャルロット、大きくなったな。頑張るんだよ。
らっしゃいませ。さあ、どんどん見てってね。また来てください。いらっしゃいませ。さあ、どんどん見てってね。買っておいて損はないですよ。なかなかの品だな。いい仕事してるでち。使わせてもらいます。また来てください。いらっしゃいます。さあ、どんどん見てってね。買っておいて損はないですよ。気に入ったぜ。買っておいて損はないです。ワクワクでち。いい仕事してるでち。これ欲しかったんです。使わせてもらいます。また来てください。いらっしゃいませ。また来てください。